どうもこんにちは、しょうゆです。2024年2月26日月曜日放送の春撮りについて今回も感想をゆるりと語っていきたいなと思います。まずはハロープロジェクト2024ウィンターカバー曲に挑戦。年始から2月23日まで開催されたハロープロジェクト2024ウィンター3 of us はハロプロの6グループが2チームに分かれての公演となってました。今回は2月10日に行われた立川ステージガーデンでの公演で各グループが挑んだカバー曲をピックアップということで、まずはチーム A のモーニング娘。24、ビヨーンズの日本の DNA をカバーしてました。野中美希ちゃん、メンバー同士で各グループの楽曲にアドバイスし合ったりして、自分たちが知らなかった日本の DNA の細かいニュアンスとかも教えてもらった。弓毛たあこちゃん、ヘイってファンの皆さんに向けてやるんですけど、それをビヨーンズさんに向けてやろうというドッキリをして、ひな壇に向かってやったらビヨーンズさんは客席を見てて誰にも気づいてもらえなかったけど楽しかった。井上遥ちゃん、落ちサビにみんなでヘイヘイってやるところがあるんですけど、その時にお客さんと目を合わせたりすることがあるんで、そこが好きとのことです。北川りおちゃんと桜井りおちゃんのイチャイチャもたっぷり堪能できて、片思いハートのくだりもキャッキャしながら見てました。リオリオ可愛すぎる。日本の DNA のライブ映像では冒頭のラップ部分が石田恵美ちゃんやったのが新鮮で、令和に生きる新風世代の歌割りを17期のゲッターとハルさんに割り振られてたのもめっちゃ良きでした。白黒の衣装いいよなって前から言ってたんですけど、山崎めいちゃんのブログにパンダさんカラー衣装って書いてありました。ごめんなさい。これからパンダさんカラー衣装って言うようにします。次にチーム A の椿ファクトリー、モーニング娘。17のジェラシージェラシーをカバーしてました。八木しおりちゃん、自分よりも年下の人とかが自分よりも優れていることに嫉妬している曲なんで、年下やのにめちゃめちゃ歌が上手いヨフルノちゃんやダンスが上手い新メンバーたちへの気持ちを曲のパワーに変えて、曲を披露する時だけ嫉妬という感情を作るようにしている。ライブ映像では笠井由美ちゃんのソロを聴いて歌声が曲にぴったりやなと思ったのと、その後に映ったヨフルノちゃんの髪型がロングのストレートですごく大人っぽいなと思いました。ひな壇の方も映してくれて楽しそうにしてるメンバーが見れて嬉しかったです。最後に赤と黒の新衣装も紹介してくれてめっちゃかっこよかったし、赤黒衣装に外れなしやなと思いました。次にチーム A 最後のビヨンズ、椿ファクトリーの低音やけどをカバーしてました。清野桃姫ちゃん、普段のビヨンズにはない曲調なんで、セットリストに入った時にビヨンズでカバーするのがすごく楽しみってファンの方みたいな目線になって、振り付けを揃えたりとか切ない表情を一生懸命頑張った。ビヨンズの切ない表情は種類が違うそうです。なるほどと思いました。里吉歌乃ちゃん、椿ファクトリーさんから余韻を残したり、手を伸ばすだけでも切なさが表現できたり、振り付けの細かいニュアンスを教えてもらってみんなで頑張って揃えたんで、そこを見てほしい。岡村みなみちゃん、大人になった自分たちだからこそできる表現を頑張ってパフォーマンスに乗せてるんで、注目して見ていただけると嬉しい。西田しおりちゃん、たくさん映像を見て研究したんですけど、私を応援してくださる方が見たいのはきっと私がオリジナルのメンバーだったらくらいな気持ちでやってる歌ダンスだと思うんで、いいところはたくさん吸収してあまり真似しすぎずオリジナルを見せられるように頑張ってる。平井美桜ちゃん、ビヨーンズはセリフの得意なメンバーが多くて、自分は今までで言うとかっこいい系が多かったんで、この曲のカバーをいただいたからには切なく儚く言おうと思って毎回頑張ってるとのことです。ライブ映像では心がジリジリしてるののセリフがミオちゃんでめちゃめちゃびっくりしたし、ふーって一人でテレビの前で言っちゃうくらいテンションが上がりました。普段歌ってる曲とのギャップが大きいから、西田ひよりちゃんのフェイクとかラストの山崎ゆはねちゃんのソロとかみんなの手の動きとかも一つ一つ普段との違いがはっきり分かったし、曲の切なさ儚さを感じてすごく感動しました。ライブ終了後のインタビュー、新沼希空ちゃん、椿ファクトリーは去年からすごく変化が多くて新メンバーも3人加入したし、残りの期間みんなと楽しく過ごせたらなと思う。高瀬くるみちゃん、ビヨーンズだからできる椿ファクトリーさんの表現というのをメンバー間ですごく考えながらやったんで、それが伝わってたら嬉しいし、今回自分たちの楽曲をモーニング娘。24さんが披露してくださって、自分たち以上に揃っててすごくかっこいいし、パワーの出方もあるし、新たな発見もできて学びもあったコンサートだった。生田絵里奈ちゃん、3グループで踊ってる時にすごくいいなって思えるコンサートだったんで、新沼希空ちゃんは卒業しちゃうけど3 of us のような形態のコンサートをまたやりたいなと思うとのことでした。続いてチーム B のアンジェルム、お茶ノーマのお祭りデビューだぜをカバーしてました。ためだがしおちゃん、
20歳になって初めてのライブで、心境の変化とかはないけどワクワクしてて、みんながおめでとうと言ってくれてすごく嬉しい。松本若菜ちゃん、みんなで盛り上がってアンジュルムの年下メンバーたちがいっぱい歌った後に、中盤は佐々木さんが煽ってまた盛り上がるというのも新鮮で楽しい。お祭りデビューたちのミュージックビデオはメンバーからの衣装になってて、今回のカバーでもアンジュルムはメンカラ衣装やったんで、オリジナルによってていいなと思いました。ライブ映像はただただ明るい曲を歌っているところが見てて純粋に楽しかったし、ラストのハモリがピカミコやったのが最高でした。後藤花ちゃんがお祭りデビューたちのミュージックビデオでゲスト出演してたんですけど、今回はハロメンとしてパフォーマンスをしている姿にもグッときました。次にチーム B のジュースジュース、アンジュルムの大器晩成をカバーしてました。石山さくらちゃん、3グループいるからこそ学べることがいっぱいあるんで、どんどん学んで最終日には先輩方に追いつけるように頑張りたいし、春ツアーとか上村さんが安心して卒業していただけるように、これからのジュースジュースを任せていただけるようなメンバーになります。重要なソロパートを任されたエヴァ滝崎ちゃんに対しての松永リアイちゃん、上手ですよね、かっけーなって思う。いつもめっちゃ不安そうにするんですよ。まあでも自信満々にやってくれればって感じです。楽しんで今日も。エヴァ滝崎ちゃん、この後大器晩成があってすっごい緊張して、逆に落ち着いてやった方が成功するタイプなんで、落ち着いて冷静に頑張りたい。さくらちのコメントがめっちゃ頼もしくて嬉しくなったんですけど、最後の最後に真面目なんかふざけてるんかわからんところ出してくるのが面白くて、さくらち最高ってなりました。リアイちゃんのコメントは実際に言ってた感じでまとめたんですけど、ラフな言い回しが逆によくて、やっぱりイケメンやなと思いました。ライブ映像ではもう早速その重要なパートからで、アーリーからのエヴァちゃんがすっごかった。めっちゃかっこよかったし、鼻の奥がツーンとする感じでほんまに良かったです。出番終了後のエヴァ滝崎ちゃん、いっぱい練習したけど毎回終わった後の方がなぜか自信がなくて、大丈夫でしたかって聞きに行くんですけど、その度に先輩方が大丈夫だよって言ってくださるんで、ツアーを通して先輩や後輩メンバーから自信をたくさんもらって、自分的にもちょっとできてるかもって思うんで、このツアーが本当に楽しいなって思うとのことでした。出番終了後にもエヴァちゃんにインタビューをしてくれてて、気にかけてくださったんだなって思って嬉しかったです。最後はチーム B のお茶の間、ジュースジュースの一人で生きられそうってそれでね褒めているのをカバーしてました。米村キララちゃん、もともとジュースジュースさんのすごくかっこいい曲なんで、それをお茶の間で表現するのはすごく難しいんですけど、みんな精一杯頑張ってるんで、今回の公演でも今までやってきた成果を見せられるように頑張る。田代すみれちゃん、毎回課題を決めてるんですけど達成するのが難しくて、カバー曲もお茶の間が普段歌ってるような曲じゃないから、細かいことを意識して頑張って良さを出せるようにパフォーマンスしたい。北原桃ちゃん、落ちサビを担当してて、実際に宮本さんや松永さんが歌ってるのを見てめっちゃ好きだなと思ってたパートでもあったんで、まさか自分がという気持ちもあったんですけど、まさに今頑張ってる最中でもあるし、もっと頑張りたいとのことでした。歌い出しは筒井ロコちゃんで、気持ちがだんだん盛り上がっていくような歌い方がいいなと思ったし、ももちゃんの落ちサビは吐息の感じ、息の抜き方がオリジナルより大人っぽい感じに仕上がってて、歌い終わりにニコってするところも可愛くて、めっちゃ練習したんやろうなっていうのが伝わってきてすごく良かったです。出番終了後のひろむとるりちゃん、とにかくジュースジュースさんのライブ映像をたくさん見て、いろんな表現を吸収して、声が出しやすくて自分的に表現して一番しっくりくるものを探して頑張ったとのことでした。ライブ終了後のインタビュー、上國料萌ちゃん、3オブアスになって3グループそれぞれお互いの曲をカバーしたり、みんなのパフォーマンスを見てる時間とかリハーサルの感じも、腹込んだとか勉強する時間だと思った。斉藤まどかちゃん、応援席にフル出席でマイクを持ってずっと応援席にいた。ハロプロに入る前から応援席が憧れやったんで、改めてハロプロの一員として応援席で見ることができて嬉しかった。上村あかりちゃん、他のグループがリハーサルに客席で見てくれてて気が引き締まったし、歴代の先輩方のいいところが全部吸収されてハロコンを感じた。いろんなグループのいいところを吸収しつつ、3オブアスでの経験を単独でも活かしたいとのことでした。次に椿ファクトリー最新アルバムのリリースイベント、2024年2月21日に発売されたニューアルバムサードモーメントのリリースイベントが2月19日に神戸ハーバーランドで行われました。福田マリンちゃん、今回のアルバムは4人が加入してからのアルバムになってて、加入したタイミングで椿ファクトリーの楽曲の幅がガラッと変わった感じがすると思ってるんで、リリースイベントを通して楽曲の良さを届けられたらいいなと思う。小野瑞穂ちゃん、ライブで歌っててもリトキャメがいなかったら成り立たない曲になってきてて、だからこそアルバムの新曲とかもこれからずっと大切に歌っていきたいし、新しく入ってきた新メンバーにも早く歌ってもらいたい。笠井由美ちゃん、
23曲収録されてて、楽曲がたくさんあるけど、自分が加入してからのシングル曲が全部収録されているのが、最近ファンになってくれた方にもありがたい一枚になってると思う。谷本あんみちゃん、今回のアルバムは卒業した3人の卒業の時に歌ったソロ曲も入ってたりして、今までの椿ファクトリーの歴史をたくさん感じられるアルバムになってると思う。新沼キソラちゃん、今回のサードアルバムが自分にとっては最後のアルバムになるんで、それだけ思いも強いし、リリースイベントも残りの数が限られてるんで、来てくれた皆さんと全力で楽しんでいい思いが作れたらいいなと思う。小野田沙織ちゃん、新メンバーの加入もあったし、今のメンバーでイベントをすることは数が限られてるんで、今の椿を存分に楽しんでもらえるように精一杯楽しみながら頑張りたいとのことでした。ライブ映像はパワーフラワー、今こそ一丸となれと、間違いじゃない泣いたりしないと、あたしリズムの3曲が公開されて、3曲とも強めの曲やったんで、赤黒衣装がすごく似合うなと思いました。パワーフラワーはハロステのナンバー517で初めて見たんですけど、多分めっちゃイケイケでかなり好きなタイプの楽曲でした。今回もマリンちゃんがかっこよすぎましたね。全身黒のパンツスタイル衣装が大優勝してました。来週は椿ファクトリーアルバムのおすすめ曲を紹介。収録曲の一覧をざっと見て、タイトルで気になるなと思ったのは、雨宿りのエピローグです。今まで雨がタイトルに入る曲は結構好きな曲が多かったんで、今回も気になって誰か紹介してくれへんかなと思ってます。2024年2月26日月曜日放送のハロドリは TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2024年3月5日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。